바로이약하지만귀여운모습때문이아닐까제가 F4 대표로 착각을 좀 하겠습니다. 촬영 현장의 모습으로 확인해 보세요. 一方でジャンディにはもう一人運命の人がいますよね。ジャンディにとても優しく接するユンジフ。そんな彼に絵を描いてあげるジャンディには何か特別な雰囲気が漂います。ジャンディが本当に愛する人はジュンピョではなくジフなんでしょうか。ジフの前だけでは純粋で内気なジャンディ。好きな人ができた時、女の子はみんなそうなってしまいますよね。ハラハラするような運命の綱渡りをするジャンディ。寂しさは減っていき、増えるのは贈り物だけ。羨ましいですよね。오늘배워볼한국어는바로이겁니다。